市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。寺島忍さん、女優異例の歌舞伎座本興行出演。獅童さんが明かした思いに涙。女優の寺島忍さんが8日放送の TBS 系情熱大陸に出演。錦秋10月大歌舞伎。東京歌舞伎座で10月2日から25日で共演する歌舞伎俳優の中村獅童さんが寺島への思いを語り、涙する一幕がありました。獅童さんと寺島さんは同い年で幼なじみ。同公演昼の部文七もっとい物語で夫婦役を演じます。三遊亭圓朝の人情話を歌舞伎化した作品で、各には寺島さんの父尾上菊五郎さんらが演じてきました。今回は映画監督の山田洋次さんが新たな構想で脚本と演出を務めます。寺島さんは自身初の歌舞伎本興行への出演で、歌舞伎座の舞台で演技するのも初めて。134年の歌舞伎座の歴史で成人女性が舞台に立った例はごくわずか。寺島さん自身、離縁に生まれながらも女性であるために歌舞伎俳優になれない宿命を背負ってきました。今回の出演は他ならず獅童さんの提案だったと言い、忍ちゃんなんか同い年だから一緒にやれたら僕嬉しいなって言ったら、監督が寺島さんが出てくれたら嬉しいねっておっしゃったんですよと語りました。獅童さんは幼なじみという以上に20代の時によくお酒を飲みに行って、女じゃなかったら歌舞伎の舞台に出たかったって、そういうのを聞いてずっと覚えていたんでと寺島さんの歌舞伎への思いを理解しており、余計なお世話かもしれないけれど、いつか歌舞伎座で何かお芝居できたらなっていう思いは僕にはあったんです。今カメラの前で初めて言うけどと明かすと、寺島さんは思わず目頭を押さえました。かつて大阪で飲んでいた時の思い出として、忘れもしない小さい時悔しかったって、それがずっと頭の中に残っていて、何があったらと、そういう思いだったと、長年の思いが今回の出演につながりました。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。